こんにちは、岸さんです。今日はセブンイレブンの前に来ています。セブンイレブンの Wi-Fi スポットセブンスポットの接続テストをしに行きました。早速試してみたいと思います。設定のセブンスポット出ましたね。これを選択で、Wi-Fi マークが出ました。次に、インターネットの設定をしてみたいと思います。ホームに戻って、サファリを押します。すると、セブンイレブンのホームページに飛ぶみたいなので、インターネット接続を押します。会員登録、ログインをすると、インターネット60分間ご利用いただきますって書いてますね。そういう規制があるんでしょうか。新規会員登録をしてみたいと思います。セブンスポット ID になるメールアドレスと生まれた年、パスワードを入力して進みます。で、ネットの配信ですね、これはもう全部チェック外しました。利用規約を一通りは読んどきましょう。はい、OK です。登録内容確認が出ますので、これで同意して登録します。はい、登録完了。仮登録になりますね。はい、セブンイレブンからメールが来ました。メールを開いてみましょう。仮登録のメールが来ています。登録完了しました。まあ、いろいろ便利な使い方とか載ってますね。サービスを開始します。残り60分、あと2回かける60分接続可能と書いてます。やっぱりこういう制限があるみたいですね。インターネットやはりちょっと検索するように使うみたいなので、こういう検索サイトを紹介してくれるようです。一応使用が可能になったようです。 YouTube はどうなんでしょうか。お、動画が再生されましたね。見ていて止まることはないですけども、さきさき読み込みをしてくれている状態ではなさそうですね。 iPhone5S でこれなので、5や初代 iPad mini を使っているとちょっともたつくかもしれないです。今調べたんですけども、セブンスポットは1日で60分が3回という制限があるみたいです。ちょっと寄る分にはいいですけども、長時間はすぐにタイムオーバーになるかもしれないですね。一度つなげると60分カウントが始まって、ログオフすると一旦そこで止まって、また再開すると続きの時間が表示されるようです。一度接続を切るともう一度再開しようと思ったらこうやって聞かれるみたいですね。わざわざログオフするという作業がいらないのかもしれないですけども、忘れて
iPhone などを放置するとすぐに制限が来てしまいます。まあ、サービスが無料なので使い方によっては便利かもしれないですね。今日はセブンイレブンの Wi-Fi スポット、セブンスポットの iPhone 5S を使った接続テストでした。